ぐる。なんか今日は冷えるな。寒いしもう指令室に戻ろうぜ。なんでバーベキューなんだよ。誰のせいでこうして時間を持て余してるのかしら。イベクリできないまま無駄に資材使い果たしましたからね。ティートクも具材に加えましょうか。木造補足46センチ方優勢回発刊します。すみませんでした。カンホリ。おい兄貴。なんだお前か。まだ帝国やってたのか。誰なのです。くしょ、俺の妹だ。妹だから妹くって呼んでやれ。どうも、BL 大好きです。ふざけんな。やっと見つけたわ。知恵をこちらへ渡しなさい。うおー、ドイツ艦。ホワイ、なぜ知恵を。ユウたちは猿島の第一艦隊です。猿島艦隊って確か。ああ、知恵が自沈させたっていう。猿島の皆さんお久しぶりです。でも山積ってしょぼくないですか。あなたのせいでしょ。この子たち復讐しないと気が済まないっていうからさ。私はもう過ぎたことはどうでもいいんだけど。さあ、知恵を差し出してもらうわよ。え、別にいいけど。お断りします。アトミラールに言ってるのよ。うん、じゃあまあいいや。諦め早。じゃあさあ兄貴、この子たち引き取ってよ。え、なんで。レア感だぞ。私、もうと部に移ってるし。オッケー。アトミラールさん、私たちを強鎮寸前まで追い込んだ比叡と同じ艦隊に所属するなどありえません。ん、でも私これ以上レベリングする気ないから。あなたたちこのままだとイカズゴケになっちゃうよ。アッラさんになっちゃうよ。いいの。く、お願いします。ちょっと待った。ただでさえ競争率高いのにレア艦のライバル増えるなんて冗談じゃないです。これは勝負でもするしかないですね。アタオさんなぜか楽しそうなのです。私と勝負して負けたら N 特の城ヶ島にでも行ってもらうです。グート。もったいねー。すみませんでした。じゃあ兄貴あとよろ。お前本当にフリーダムだな。ジェイジェイ、手ごわいです。はあはあ、なかなかやるじゃない。次は私の番ね。イモトクとティートクとの間には特別な関係があって、ある日そこへさらに私が加わって三関係だったこともあるのよ。うは、嫉妬なんて破壊力です。ティートクのそんなアクロバティックな性癖知らなかったです。ふふふ、だいぶ答えたようね。おい、クリ話信じて勝手に大破すんなし。バット、私なんてこっそりティートクのパンツコレクションしてるです。略してパンコレです。な、なんですって。最近パンツの残弾少ねえと思ったらお前かよ。うぶん、なんてこと。もうそこまでの中に。シャイセ、うらやん、けがらわしいわ。ふふふ、お姉様がピンチ。ユウも黙ってないで援護してあげて。そんな、アトミラールが猿島に遊びに来られた時のことなんて。でもいろいろあるんです。いろいろ。え、何かあったの。な、なんもねえよ。ちょっと江ノ島にスカウトしただけだ。てか今後もいい加減その辺で。すみませんでした。これ何の戦いなのです。ただの変態自慢暴露合戦になってるのです。気合い入れて引き分け。グート、ここは一旦引くけど勘違いしないでほしいわ。46センチ方は私のものよ。嫉妬、今日はこの辺で許してやります。いつでも受けて立つのです。カンコ、カンホリ。やれやれ、結局帰っていきやがったか。人騒がせな奴らだぜ。そもそもティートクが結婚相手をさっさと決めないから悪いんです。そうね、それは一理あるわね。お前も男なら後腐されなくちゃっちゃとき決めちまえよ。指輪を渡す相手も決められないなんてほんとヘタレですね。いろんな意味でティートク遅い。この際恨みっこなしで決めてしまった方がいいと思うのです。私はお姉様からもらいたいです。お前がややこしくしたんだろうが。ふう、気が進まんか。しょうがないな。誰？
全艦大破したけど獅子持ちはゲットしたぜ。さて、祈祷するか。F5 はあかん。あかんのや。チェック、ワンツー。霧島、一発芸やります。メガネ、メガネ、メガネ、メガネ。メガネ。マイクチェックの時間だ、オラー。